いつの時代も話題となり注目される有名人のファッション今ある人気女優のコーディネートが物議に体にネクタイを巻きつけた奇抜なファッションそして丸い模様がついた大胆なコーデなんとこちら 張り付いていてるものは男性用ですさらにもはや裸同然ともいえるものまでがメディアや自身の SNS で公開されているのですこれに、攻めてる、挑戦する姿がクールなど支持する声がある一方、批判も下品すぎる。 ファッションはは露出でななく着こなし映画祭やファッションショーだけでなく露出度高めのファッションがトレンドともいえる今果たして過激なファッションはありなのかなしなのかでは、えー、議論進めてまいりますご紹介いたします。 えまずはですねえ三百五十人以上の恋愛相談を受けてこられました恋愛コンサルタントのリスコさんですリスコさんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますありがとうございます。 そしてもう一方元国際線のキャビンアテンダントで、えー、マナー講師を務める加山真由里さん、です香山さんどうぞよろしくお願いいたします。こんばんばはよろししくお願いいたしますんんあということでですね、えーまあ、先ほどご覧いただいたように、まあ、海外のセレブということになりますけれども女優とかですね、えー、露出度の高い、えー、ファッションこれがさまざまなあ声が上がっているということでいや、もうかっこよすぎるという声がある一方で下品すぎるというですね両極端の声が上がっているということなんです。 ままずリスコさんどううご覧になりますかそうです、ね、私もともとギャルだったのとあとあのアパレルの店員も7年ぐらいやってたので、うん、自由にしたいっていうのはめっちゃ分かるんですけれど。はい でもそれによって迷惑がかかるのであればちょっとやめたほうがいいなと思っていて画像のようなのはちょっと迷惑がかかるなと思うので反対派ですね、うん、迷惑というと例えばどういうやっぱり男性からすると目のやり場に困りますしすごくコミュニケーションを取るにしても神経を使うと思うんですよね見ないようにしようとかなんか当たらないようにしようとかそれ,それは全然人によると思うけどね <laughs> <laughs> だからなんか僕ガンにしますよ本当ですか <laughs> みたいな人もいるというねう <laughs> なるほどはい。香山さんはいかがでしょうかはい、そうですねまずこちらのファッションを見て、うん、あ、こういうのを洋服にしてしまうんだというアイデアは、うん すごいなとは正直思いました、はい、その貼り付けるという発想がそもそもないので、うん、それもファッションになるんだということでまず驚きました、はい、でこれがまあいいか悪いかにつきましては、うん、やはり自分の視点と他者の視点2つの視点を持って考えて判断していくことが必要なのではないかと考えております。ーさんんどうですかなんかなお二人のの言ってることがそ感感情感情論 かなっっててて私は思何ててかデータがあることだったらすごい興味があるからどうやったらモテるのかとかちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、うん、感情論で言うんでしたらそれはその人がどんな見られ方をしたいかとか、うん、そういうところになってくると思うので何か周りのの方が言うのはおかしいいんじゃななかっこいいかどうかで今のイラストってそれなりに顔がよさげな女性で描いてるじゃないですか。<laughs> はい <laughs> じゃあこれを40歳の腹の出たおっさんが同じ服を着てた時にかっこいいって言うかっていうと、うん、多分言わないと思うんですよね結局だからそのそれもでも許さなきゃいけないんですよ社会はもしこの服装を許すのであればだから美人がやってるからまだ見れるよねだけどこれブサイクなおっさんがやってたら絶対公害だよっていうものが <laughs>、うん、その先に許容されなければっていうのを考えると僕はこの時点で止めた方がいいと思う派閥ですなので、うん、綺麗な女性が過激な服を着る分にはへ、うん、え面白い って僕は見ますけどその後のものを考えるとやっぱこここで止めて欲しいいなとは思います<笑><笑>、えー、ダグさんどうぞこれ僕多分コメントしたら炎上すると思うんであんまりしたくないんですけどこの服装をしてる時に嫌がるやつら誰もなのかった話なんですよ。でうん、うん これ多分男性って6、まあ、つにか変態しかいないので、うん、あの男性は多分歓迎なんですよ <laughs>、うん、内心歓迎なんだけど見たいんだけど見るとなんか白い目で見れない嫌だなと思ってちらちら見るんですよ。ひろきさんとか僕みたいにン見する人もいるんですよ6つになるぐらいだったら見とこうというタイプの人もいるんです <laughs>、うん、その男性は基本総じて幸せですよね。はあはあ、じゃあ女性はっていうと 別になんかこうこの服装したいとかスタイルがいい人とかは、うん、別に好きになればいいじゃん。はい、なぜかというと人間ってっボディイメージって言うんですけど自分の体に対するイメージが良くなれば良くなるほど他人の視線が気にならなくなるんですよ、うん、だから例えばめちゃくちゃ筋トレした、まあ、ゴリマッチョのお兄さんとかは、うん、いやお前それどうやって乳首隠してるみたいなタンクトップとかって言うじゃないですか <laughs> あ,<ー>あれは他人の目が気にならなくなるんですよ人間は性質として。うん、でこの女性も多分そうなんですよ、うん、自分を磨いたことによってあるいは夢になったことによって自分のその見た目の、うん 他人からの視線が気にならなくなってるからこうなってるんですよ、はい、じゃあこれにギャーギャー言う人ってのはこれができない人たちなんですよ、うん、つまり見せるものがないか見せてはいけないものを持ってるかそういう人たちが多分ギャーギャー文句言ってるだけだと思うんで、うん、僕はそういう意味で言うと美女と 男性は基本これで幸せなんですよ。つまり、美女ではない人たちがギャーギャー言ってるわけって話になっちゃうんで。はい、そうすると、これ、これ多分遠慮することは言いたくなかったんですけど、うん、言ってる人たちはそういう人じゃないの。っていう自分ができないことを言ってるだけじゃないのって、<ー>もう迷惑かどうかって、人によって線の引き方が違うんですけど。はい、でも、言ってる奴らって、ぶっちゃけ、そこだよねっていうふうに、僕は思っちゃうので。若新さん、どうでしょうか?うん。なんか、実は社会って、すべては場面と状況なので。うんはい、場面と状況に応じて、考えて、ここはやっていい場面なのか、大丈夫な環境なのか、関係なのかっていうのを考える。 ただしイケメンに限るとかただし美女に限るっていうのはまさにその社会をいいか悪いかは別として見事に言い表してると思うんですよ。うん、そういうものじゃないですか、はい、で見るるる相手によによよっっっっててててそののや人変わってくは社会だと思うんですけど、うん、それを自分で見極めれる人っていうのが、まあ、人間としてちゃんと知性を持った人だと思うんですけど、うん、なんであの人もやってたから私だってやっていいじゃんっていう状況とか。 状態やその立場を、ま、わきまえずにやる人のことを誰かの言葉を借りるとまあ頭の悪い人だと思うんですよね。うん、だけどその頭の悪い人で、うん、なんであの人はオッケーなの私はダメなのっていう時になんか根拠はあるんですか基準はあるんですかって言われても曖昧な基準だけどみんな空気を読んでオッケーと NG っていうのを分けてるのが社会だから、はい、それを判断できない人のためにルールをめちゃめちゃ細かく作っていくと、うん、すげえ窮屈な社会になると思うんですよ。何、うん、でもかんでもいちいち言わなきゃいけない人のために細かいルールってめんどくさいじゃないですか。はい、だから。 結論は、僕らはそういうあの自分はこの状況ではやってもいい人なんだろうか許される人なんだろうかってことを考えられないと自由ではいられないと思ってますけどね、自分で考えられなきゃいけないということですね <laughs> まあそうした中、全体として見るとですね先ほどのはセレブの話ということでしたが、まあ、世界的に見ても日本もそうですけども露出度高めのです、ね、ファッションがまあ流行ってきているという状況があるようです。シーーーススルーが例えばトトトレンンドだったりねへそそ出しそれからミニスカートホットパンツ こここううしたとととろが受け入れられらているといるですね、まあ、k p o p の影響みたいなことも含めて日本でもそういう傾向は強まっているということも押さえておいた上なんですけれどもさあリスコさんは一方で露出度高いことは場合によって幸せを逃す可能性もあるよと指摘されていますどういうことなんでしょうか。 そうですねあの派手な露出っていうのは、まあ、デメリットが結構あるんですけれど、まあ、一番は女性自身が損しちゃうんじゃないかなっていうふうにやっぱり思っていてやっぱり心理学とかでも男性ってセクシーな刺激を受けたら将来の利益よりも目先の利益をこう選ぶっていうふうにあの研究が出てたりとかするので。イコール まあ仲良くなってパートナーにしようとかっていうふうに思うんじゃなくて、まあ、一,夜の一夜限りの関係だったりとか遊び相手としてやっぱり認識されやすくなるとか、まあ、やっぱり最後のパートナー生涯のパートナーっていうふうにはなかなか選ばれないんじゃないかなってやっぱりあの普段男性の恋愛交際とかもしてるんですけれど真面目で誠実な人ってそういう人選ばないのでなんでちょっと女性が損しちゃうんじゃないかなっていうふうには思います、ね、でも一番得するのは。 ああでも一番得するのは藤子ちゃんで露出めっちゃ高いんだけど結局最後までギリギリまで触らせないっていう露出高くてすぐに与えちゃうから損するわけで一番賢いのはいけそうでいけないって女が一番得するわけだからそれが一番のポイントなんですよねでもそれが難しいからそれ上手にできないんだったら鼻から安く見られないようにしようと思ってますけどやっぱり今の話でリス子さんが言ってることは完全に正しいですけどね露出度が上がれば上がるほど肉体目当ての男性が寄ってくるっていう研究は確かにあります。 うん、であとは落ちそうで落ちない女性が最後は勝つって話はあれは落ちそうで落ちない女性の周りにルパンみたいな優秀なオスがいた場合のみですあなるほどうそうじゃない場合は男性は手が届かない女性には手出さないんですよやっぱりじゃあそういうだからイケてるすごいやつらが集まってるところで露出を高めてギリギリまで駆け引きするってのが一番いい方法ですそうですそうです <laughs> コミュニティが,が良ければいいんだけどそうじゃなかったら誰も寄ってこないで 過激な服装をしてた場合にあの人が自分、まあ、例えばそれなりに架空のある家の場合あの人がうちの家庭の一族になって結婚した後にあんな格好をして外に出られたらまずいよねと親族が思うので <laughs> やっぱりセクシーな格好って僕マイナスでしかないと思うんですよね。うん、なるほど そういう指摘もあります。青ちゃんさん質問したい,というのどうですか。どうぞ。その性的な魅力っていうのって一つじゃないと思うんですよ。うん、例えば私撮影会やってるんですけど、その水着も選べる中で謎にスキニーパンツを指定する人とかもいるんですよ。うん、だからそのどんな服装をしててもそれを性的と捉える人って一定数いると思うんですね。うん、だからそのセクシーな服だけが性的魅力でその。 手前の利益を優先させるのかなっていうのは、私ちょっと不思議なところがあって、あと。セクシーっていうのは、その、あの、過激であるとか露出度が高いっていう意味ですよね。その性癖とかじゃなくて。うんあ。あ、あ、と、私の思う、セクシーと過激って、またそれも違うと思ってて。その、例えば、なんて言うんだろう。 すごいピタッとしたニットとか着てると胸ってわかりやすいじゃないですか,かそれもセクシーじゃないですかうん、うん、でもさっきの出てたのは結構過激なブレに入ると思うんですよ、うん、でも過激な人ってもうもはやワンチャンすらできなそうというか自分強そうすぎてなんかもはやワンチャンの域にもいかなそうだからんん、ね、大事なご指摘ですですからこの今日の放送の中ではね実はね過激ってワードはなかなか出てきてないんですよつまり過激は人の判断ですた,ただし露出はもう見た目の中で、ね、多い少ないなんで 露出多めというファッションをどう捉えるかこれを人によっては過激というそれを気に入ってきている人もいるだから過激かどうかというよりでその上で言うと青ちゃんさん言うように自分が誰に好かれたいかによりますよねっていうのはその通りそうですね,ねなんか私ギャルの時、うん、お尻まで足だと思ってたんですよ <laughs>、はい、だからお尻の半分ぐらいまではショーパンでもうこう出しちゃってたんですねでなんかその時は結構ギャルをみたいな人が寄ってきたんですけどなんかそういう時はもう なんか男っていうよりギャルの中でどんだけ偉くな,りなるかみたいな感じだったので自分のブランンディングだだったんですよだからどういうふうに見られたいかどう見られるかっていうよりも自分をどう見せたいかで服決めてる気がしたのでなんか外野の意見というよりはその自分の意見なのかなっていうのも私的にはその自分を受け入れてくれる方と今まで付き合ってきたんですねだから服装を指摘するような人は逆に避けてきたんですよ。だから私的には そのどんな服装をしてても私の中身を見てくれるっていう面でそのなんて言うんだろうその人ガードになるっていうか、うん、そういうなんか見た目指摘するような。 浅はかな人、を私は避けれるために、わざと自分の好きな服を着てデートに行ってたので、なんかそういう人もいるっていうのを知ってほしいです。うん、生物学的にな孔雀の理論と同じで、孔雀って派手な羽をつけてるオスがモテるんですよ。うん、でも、派手な羽があればあるほど、敵に見つかりやすくなって、食われるリスクが上がるんですよ。うん、でも、派手な羽がモテるんですよ。なんでかっていうと、あれ、派手な羽をつけてて、敵に襲われやすいのに生き残ってるってことは。派手な羽のマイナスを補った、あまりうるメリットがその人にあるよ。特殊、ね、な証明なんですよね。例えば、露出、ね、が高い女性がわざとそういう服を着てるんだけれど。 もう後半の男性だけ探してるってなったら、そんだけの服を着てるのに変な男が周りにいないってことは、この子真面目なんじゃないのって覚える可能性もあるわけだから、じゃそれは戦い方とか見せ方とかによると思うんですけど。いや、それヤクザの娘なんじゃねえのっていう予測のがあってきます,るんす。<laughs> ヤクザの娘の露出低いですよ。<laughs> 要はある程度露出が高くて魅力的な女性だったら絶対声かかるじゃないですか。声かかるんだけれども、いいか,声かかるんだけれども引っかからないっていうですよ。<laughs> あ、そうなんです。あの、かからなくて一人でいるわけじゃないんです。 けどその かかっても阻止してるっていうだけです。そ,<う>その私はモテないわけじゃないです。多分普通ぐらいはモテてると思います。でも,でも広瀬さんもひろさんも若新さんも僕も偉そうに言ってますけど。あの露出度が高い美女がいたら、多分一旦声かけると思いますけど、ね。<laughs> あ、僕は完全にあのむつ、りではなくて、がっつりな人生。で、<笑><笑>いいな、それ。そうです。ただ、あのさっき大吾さんがおっしゃったように、嫌われる勇気じゃないですけど。やっぱりその露出度高めん時に、それが社会的に別に禁止されなかったとしても、変な目で見られたり。うっかりなんかその勘違いされて、触られたりっていう。 被害だったりとか戸惑いを与えることはあると思うんですけどそれに文句をいちいち言うのはちょっと変かなって思うんですよそれを織り込み済みでやっててちゃんと自分で防衛策を張ってるなりそうなった時はちゃんと自分で対応できますって言っててまあ。 露出を高めとか他の人とはちょっと平均よりは激しいっていう格好してるな分にはいいんですけど、うん、なんでこういう格好が自由なのに触らなきゃいけなかったのとかジロジロ見すぎて文句言うこと自体は社会の一員に慣れてないっていうか、うん、社会って他者があるわけなのでうん、うん、あなた一人で完結してないよと思っててうん、うん、それを言われるのに文句があるんだったら、うん、平均的な標準的な服装してればいいし、うんはい、覚悟や生き様の問題な気はしますけどね。 なんかちょっと最初の話に戻るかもしれないんですけど、うん、その私は自分の好きな服を着てるだけだって話とコンドームがついてる服って別の話だと思うんですよね。うん その結局じゃコンドームが付いてる服で自分の写真を撮ることで SNS 上でバズるのを狙うっていうのはその結局そのまあいろいろ議論になるだろうっていうのも含めてある種の,その炎上を狙ったその,その,炎,その炎上系の YouTuber と同じだと思うんですよ。はい、でその着てる人がプライベートで自分の写真を撮らずにその服を着てるんだったら僕は僕もかっこいいと思うんですよ。うん、それはその人自身が着たい服を着ていて別に炎上して儲けようという目的ではなくて本当に純粋にファッションとしてやってるから。 でもそうじゃないよねっていうのはやっぱり分けるべきでなのでそのやっぱ炎上系をやってる人は下品だよねかっこ悪いよね良くないよねっていうのに僕はしなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよねうん <laughs>、まあ。おしゃれってだからみんながみんな実はできないと思った方が僕はいい気がするんですけどあの歌誰でも歌っていいあ誰だって歌は歌っていいんですけど誰だって歌はみんなの前では歌っちゃ良くなくないいですかか歌歌歌うう自由はあるるるけどやっっっぱ歌うべき人人とてて歓迎される人っているじゃないですか、うん それに僕近い気がしてでも歌じゃなくて一応ちゃんと言葉を覚えて正しい挨拶っていうのはみんなできると思うけど TPO の身だしだみっていうのはそんなレベルの話で、うん、でもおしゃれってやっぱその個人の感性とか持って生まれたさまざまなものとやっぱいろんなものがシンクロして出来上がってるものなので。うんうん それをなんか履き違えと、「あの人もやってるから俺も歌わせてくれ」って「うわこの音痴な歌は辛いな」みたいなことをなってしまうと「うん、えっ?」てなるからだけどやっぱそこはおしゃれってのは実は万人がたしなめるものじゃないってことは僕はちょっと一つ考えておいた方がいい気が、うん、そんなこと言うと誰だっておしゃれする自由はあるだろうって言うんだけど、うん、誰だって歌う自由はありますよ。でもやっぱり自分は歌うにふさわしいかどうかってことを考えれるかどうか。うん ジャイアンににななっちゃゃいいますよ、はい、おしゃれができてないのにしてると結果がもたらすナスなんですよ、ね、例えばそれをじゃあ医者とかの免許が必要なところまで広げたら医師免許はないんですけどなんか体うるそうだねじゃあ俺切っていいって言ったらこれひどい目に遭うじゃない<う>人の命がかかるんでそれが禁止されるのは分かるんですけど。 そ,その幅をどこまで持ってくるかですよねそうですよね、うん、でそれをちゃんと考えれるかどうかが人間として賢いかそう否かっていうことなのかなって僕はすごくますそれが曖昧だから法律があるんだと思いますけどね乳首、うん、出しちゃいけないとか曲部出しちゃいけないとか、うん、だ、チャップそれでいいじゃんみたいなそれがおかしいんだったら法律変えろよって話で、うん、あチャップさんどうですか私もそう思いますね法律の範囲内で やってることだっっったたら一応はは世のの中的にて、OK、ててされてるはずですよねあの他の人がそうじゃないと思ったと思してもだから私も一応乳首出したことは外ではありませんしなんかその範囲でやってるので <laughs> そ、ね、そのた多分その恋愛で損するっていうことを言ったと思うんですけど私はそれよりも自分の好きな服を着るということにこう重きを置いてるのでしてるだけであってそれは自分で選ぶことなのかなって思うんですよねそのバランスっていうのは。 アベマプライム進行の平石直之ですご視聴ありがとうございますこれを機にチャンネル登録よろしくお願いします